ジュール・アンリ・デフルノーはフランスの死刑執行人。数百年にわたり多くの死刑執行人を輩出したデフルノー家に生まれる。親族である死刑執行人アナトール・デーブレルに迎えられ、1909年にその第二助手に就任した。1939年2月2日、デーブレルの休止に伴って第一助手から死刑執行人に就任した。 同年6月17日にデフルノーが執行したドイツ人の殺人犯、オイゲン・バイトマンの処刑は公開処刑として行われた最後のものであり、また、ギロチン処刑の様子が映像で記録された唯一の事例でもある。当時のマスメディアでギロチンの写真が取り上げられ、ニュース映画として映画館で公開されたりもしたため、以後公開処刑が行われることはなくなった。しかし非公開になった。 他の理由として彼の処刑が簡慢で無気力であったということがある。これはまた、いとこでもある助手のアンドレオ・ブレヒトとの確執も生んだ。彼は第二次世界大戦中に BC 政権下でレジスタンスと共産主義者を多数処刑したが、このことについて戦後に罪を問われることはなかった。戦後は息子の自殺もあって酒に溺れたといい。 オブレヒトとの仲も険悪なものとなった。デフルノーは1951年10月に死去するまで死刑執行人の職にあった。彼の死後はオブレヒトがその職を継いだ。ありがとうございます。